海風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦白露型の七番艦。解説系が行われていることから海風型駆逐艦。改め白露型駆逐艦の一番艦とされることも、あるが、帝国海軍の公式分類は白露型である。この名を持つ、帝国海軍の艦船としては海風型駆逐艦一番艦。海風に続いて二隻目。 第二次軍備補充計画で計画された海風以降の4艦は第4艦隊事件の影響で設計が若干改められ改め知らず夕方もしくは海風型と呼ばれることもある。変更は主に船体構造であった。外観の特徴としては環境形状が変更され、後の浅潮型駆逐艦、影楼型駆逐艦も海風型と同一形状を採用している。 対空用に採用した 40mm 機銃2丁は、海風型では 13mm 連装機銃2機に改められている。1934年11月19日、日本海軍は、呉海軍交渉で、建造の水上規模艦を、千歳、浦賀選挙で、建造予定の駆逐艦を、さみだれ、舞鶴洋行部の駆逐艦を、開封と命名した。同日府で行われた、 官邸類別等級表の改定により、有明型駆逐艦の項が削除され、1番艦であった、有明と2番艦であった、夕暮れは初春型駆逐艦に類別となる。また、3番艦であった、白露をネームシップとする、白露型駆逐艦の項が新設され、までが白露型駆逐艦となり、命名された2隻も白露型となった。開封は、 マイズル交渉で1935年5月4日に寄港第4艦隊事件のため一時工事を中止し1936年5月より工事を再開11月27日に浸水12月1日府で日本海軍は六月型駆逐艦11番艦持月駆逐艦長,長成富武光少佐を海風偽装委員長に任命する同日府で 山田雄二中佐も、甲風偽装委員長に任命されている。1937年4月9日、若狭湾で全力抗議を実施、同時期には、海上主運転中に冠島と衝突しかけている。4月15日、成富海風偽装委員長は正式に、海風初代艦長となり、館幹部たちも任命された。5月31日に竣行。佐世保鎮守府所属。 気候、浸水、春光ともいずれも、高風の方が、海風より早かった。また、浸水も白梅型8番艦、山風の方が早かった。1937年5月31日、本艦の春光とともに、海風型2隻により、第24駆逐隊が編成される。司令駆逐艦は、高風に指定。姉妹艦2隻も、春光とともに、 順次に四区に編入され、胴体は海風型駆逐艦4隻を揃えた。同年8月23日、日中戦争に伴う陸軍上陸作戦及び大地支援砲撃中に第24区逐隊は中華民国軍の空襲を受け、資金団により開封で継承者1名を出した。その後も陸軍兵輸送、海軍陸戦隊派遣、大地砲撃支援、 総会作業などの初任務に従事した。1938年12月15日、第24駆逐隊司令急走米次郎大佐は、早くじら型潜水母艦2番艦長くじら艦長へ転任した。後任の24駆司令は、中川博史大佐となる。同日府で、成富は、空母加賀運用町へ転任し、白津湯型姉妹艦さみだれ駆逐艦長、 渡辺康政少佐が海風駆逐艦長となる。九百三十九年十月十五日、渡辺は朝潮型駆逐艦二番艦大潮艦長へ、転任する。後任の海風駆逐艦長は、大潮及び朝潮駆逐艦長を兼務していた、日田健次郎少佐となる。九百四十年十月十九日府で、中川は、古高型重巡洋艦一番館古高艦長へ、 天人、公認の二四区司令には、第27区逐隊司令、松原博史大佐が任命された。11月、第24区逐隊は、第2艦隊、第4水雷戦隊に編入された。1941年7月25日府で、日田は影朗型駆逐艦8番艦、摂風駆逐艦長へ天任。公認の海風駆逐艦長は、 吹ぶ型駆逐艦、明けの駆逐艦長、清水逸郎中佐となる。同日府で、第24駆逐隊司令も松原大佐から平井、安寺大佐に交代した。第24駆逐隊は、平井大佐の指揮下で、太平洋戦争を迎えた。第4水雷戦隊は、第3艦隊司令長官、高橋伊防中将を指揮官とする人を舞台に、所属して、南方部指揮官。 近藤信武竹第二艦隊司令長官の指揮下で南方作戦に臨む。レガスピー上陸作戦、ラモンワン上陸作戦に従事。1942年1月からランイン作戦に加わり、タラカン攻略作戦、バリックパパン攻略作戦、マカッサル攻略作戦、ジャワ島及びスラバヤ攻略作戦、パナイ島攻略作戦に参加した。1942年2月上旬。 海風は、スラウェシ島を任すある攻略作戦に従事した。攻略作戦そのものは成功したが、2月4日に、第24駆逐隊姉妹艦、両風が、アメリカの潜水艦、スカルピンの雷撃で大破した。2月9日には、カゲロウ型駆逐艦6番艦、夏潮が、アメリカの潜水艦 S-37 の雷撃で、大破、同系3番艦、 黒潮の栄光中に沈没した。2月下旬のスラバヤ沖海戦で第4、水雷戦隊は活躍するが、海風と朝潮型7番艦、夏雲は輸送船団護衛を加齢されたため、戦闘には参加していない。4水戦では、第9駆逐隊司令駆逐艦、朝雲が損傷、しばらく戦線を離脱した。4月10日、第24駆逐隊は、第1水雷戦隊。 4月30日、警戒部隊編入。6月上旬のミッドウェー海戦では、主力部隊の護衛に従事した。日本本土帰頭直後の6月23日、白津湯型8番艦、山風が、東京湾沖で、アメリカ潜水艦のオチラスの雷撃で撃沈され、第24駆逐隊は三隻編成になった。7月14日、第24駆逐隊は、 第2水雷戦隊に編入される。7月30日府で第24駆逐隊司令は村上信行助隊佐に交代する。8月7日、アメリカを中心とする連合軍は、ウォッチターン作戦を発動してガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始。ガダルカナル島の戦い及びフロリダ諸島の戦いが始まると、第2水雷戦隊はソロモン諸島に投入された。 8月11日、村上司令指揮下の第24駆逐隊は横須賀を出港。2隻は、千歳型水上規模艦、千歳を護衛して、トラック白地へ向かった。航風は、第9駆逐隊と共に出撃した。8月17日、増援部隊指揮官の田中雷蔵、第2水雷戦隊司令官が指揮する増援部隊は、市木清次下陸軍大佐の主体及び、 海軍陸戦隊を遺載する輸送船3隻護衛を命じられる。一機大佐と一機部隊戦艦隊はカゲロウ型駆逐艦6隻によってガダルカナル島へ向け先行しており、増援部隊は戦艦隊と合流することを目指していた。同日、第24駆逐艦隊は機関、人数に追随してトラック白地を出撃、翌日に一機師団・第二艇団輸送船団と合流した。 8月19日昼間、ガトールンガ白地周辺で行動中の挺身隊は空襲を受け、ハギフが大破する。同艦は嵐に護衛されて、トラック白地へ撤退した。同海域には、カゲロウ一隻が残された。田中司令官は、航風に対し、カゲロウと任務を交代する、要加礼。航風は、輸送船団と本艦を含む護衛部隊から分離して、 ガトウ海域へ先行、燃料不足のカゲロウとがダルカナル島周辺警戒任務を交代後に米駆逐艦隊と交戦し、うち一隻を撃沈した。だが戦況は日本軍にとって不利になっていた。8月24日の第二次ソロモン海戦で帝国海軍は空母、城を喪失、アメリカ海軍は空母エンタープライズが中破したものの、 空母サラトガトガダルカナル島航空基地は健在であり、アメリカ軍の航空戦力は依然として戦闘力を保っていた。8月25日午前6時、ガトー飛行場砲撃を終えて北上してきた駆逐艦5隻は海風以下輸送船団と合流する。直後に急降下爆撃機 SBD ドーントレスと B-17 型爆撃機の空襲を受け、2隻が沈没。 人数も炎上して、戦闘不能となった。田中司令官は2隻をトラック白地へ退避させ、機関をカゲロ楼に変更する。沈没艦生存者を乗せた3隻をラバウルへ向かわせる。26日夕刻燃料不足となった海風はカゲロ楼と共にショートランド白地へ先行し、田中司令官は白地で駆逐艦輸送作戦について打ち合わせを行う。 磯風艦長指揮下の船団も22時にショートランド、諸島ショートランド白地に到着した。第二次ソロモン海戦は、敵正空間下で低速の輸送船団をガダルカナルトへ強行突入させることが困難であることを証明。帝国海軍は輸送船の投入を諦め、警戒、高速の駆逐艦による輸送作戦を実施することになった。 1942年8月下旬から9月にかけて、第24駆逐隊は、外南洋部隊に所属し、駆逐艦によるマダルカナル島への高速輸送作戦、ネズミ輸送に従事した。8月27日、ガトーヨー陸予定の部隊は輸送船2隻から徹夜で、駆逐艦3隻に移乗し、第24駆逐隊司令、村上信幸助隊殺式の下、 同日5時30分にショートランド白地を出撃する。ロウ型12番艦、イソフーは、第17駆逐隊所属だが、臨時に24区の指揮下に入った。しかし、川口支隊との交流をめぐって、帝国海軍は混乱し、上級部隊の命令に従い、第24駆逐隊は、ショートランド白地に引き返した。8月28日、増援部隊指揮官。 田中雷蔵第二水雷戦隊司令官は、機関を青葉型重巡洋艦2番艦、絹川に変更した。午前6時、第24駆逐隊は、ショートランド白地を出撃して、ガトウへ向かい、また北方からも、第20駆逐隊が南下して、ガトウ揚陸を目指す。だが、第20駆逐隊は、アメリカ軍機の空襲で大損害を受け救援のために、カゲロウが派遣された。 航空支援がない限り揚陸成功の見込みなしと判断した村上大佐は本日の揚陸を断念し引き返しす28日1925を打電し独断で反転する。田中司令官も駆逐艦輸送作戦に消極的となったが、外内洋部隊司令部は加工作戦は駆逐艦を持って陸兵を輸送し任務を強行する外今更方法。 なきをもって引き続き規定方針を結行せしめられる方針なりを通知した。8月29日、イソフで発電機故障が発生したため輸送作戦に参加できなくなり、駆逐艦古積はガトー揚陸作戦を実施する。陸兵の揚陸には成功したが、第24駆逐隊司令は、撃滅を命じられていたルンガ博地方面の米軍艦艇を攻撃することなく、にき、 上級司令部を激怒させた。当時訓令部将校だった高松の宮信人親王は、第二次ソロモン海戦時の田中雷蔵に推薦、司令官、村上に四駆司令について、こうなると田中司令官、演算先人参謀はまるでダメだという札付きになる。第二十四駆逐隊司令、村上大佐治様なダメなり。困難な,なりといつでも良いが、それをやれと運晴れたらやつてのけるだけの断行力。 がなくて離らぬ、と評している。8月31日午前6時、第3水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将指揮下の3水戦各艦が、ショートランド白地に到着。これをもって、田中に水戦司令官は、増援部隊指揮官を更迭され、駆逐艦、夕霧に乗艦して、トラック白地へ戻った。以降、橋本3水戦司令官は、 慶順川内を機関として、ガダルカナル島への輸送作戦を指揮する。この間、人数護衛のためトラック白地に向かっていた、両風が、ショートランド白地に到着、24区逐隊指令指揮下の8隻は、ガトウへの輸送作戦を実施し21時30分に、川口清県陸軍少将を含む、陸兵約1200名の揚陸に成功した。 9月1日にショートランド白地へ戻った。9月2日、上層部の不況を買っていた村上大佐は、第24駆逐隊司令を解任されることになった。9月3日、第24駆逐隊新司令に、影廊型駆逐艦10番艦、時津風駆逐艦長、中原義一郎中佐を当てる人事が決まる。中原中佐着任までの間、暫定的に、 村上大佐が指揮を継続することになった。9月4日、陸軍は青葉支隊をガトーへ輸送するため、増援部隊各隊はショートランド白地を出撃した。輸送隊と川内隊は21時から23時にかけてガトー揚陸を実施する。川内隊は陸軍部隊の大発動艇輸送作戦を援護する役目も与えられており、4日深夜から5日午前に1時。 頃まで援護を実施した。また、ユーダ地帯は、ルンガ白地に突入して、米軍輸送駆逐艦2隻を撃沈する。うがきまとい連合艦隊参謀長は、先の24駆逐隊司令に非春情のさあり。やはり攻撃精神旺盛なる者はよく勝ちを、おむむと戦争録に記載し、ユーダ地帯指揮官、吉川清中佐を絶賛している。9月5日府で、 駆逐艦4隻及び特設水上規模艦34丸は外南洋部隊に編入された。9月7日、駆逐艦5隻はガトー揚陸作戦を実施した。本作戦における各艦は大発動艇を栄光していたが、波浪のためにうまくいかなかった。第24駆逐艦隊は揚陸成功後、ルンガ白地に突入したが敵艦艇を発見できず、対地砲撃を実施した後、 9月8日14時に帰還した。7日の揚陸により、川口、一騎下隊の輸送は終了。前述のように上級司令部の布教を買っていた村上大佐は9月2日府で第24駆逐隊司令を更迭され、公認の中原義一郎中佐は9月10日に着任した。なお、村上大佐は第2法艦隊司令第11特別根拠地帯府、 ええ、福丸法艦長等を歴任し、最前線に立つことはなかった。9月9日、第24駆逐隊は、フロリダ諸島に、敵輸送船6隻発見の偵察報告を受けて、ガ島に突入、小海底1隻を撃破したが、輸送船団は存在しなかった。つらぎの陸上砲台から砲撃されたが、被害なく、無事に帰闘した。9月11日、駆逐艦3隻は、 陸軍は青葉主体の加藤輸送を実施、悪天候に悩まされつつ、揚陸を完了した。9月13日、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場に対する日本陸軍総攻撃に、こうして、外南洋部隊は支援行動にあたる。主体、支援隊等は、おとり船団と共に適宜行動し、奇襲隊、カゲロウ隊、第7駆逐隊、第19駆逐隊部隊、 第24駆逐隊もガダルカナル島へ向かった。しかし、日本軍の飛行場占領は失敗し、駆逐隊は対地砲撃を実施した後きとに着いた。ガトウの戦局に不安を感じた日本陸軍第17軍は輸送船サドマルに乗船して、ソロモン諸島に到着した陸軍青橋隊のガトウ投入を決定する。奇襲部隊指揮官は増援輸送とガトウ突入を、 かねて部隊を編成、駆逐艦4隻は14日夜に、ルンガ白地に突入した。続いて奇襲隊も、ガトーへ向かうが、ヘンダーソン飛行場を未占領という事態を受けて、川内は、ショートランド白地へ帰還。駆逐艦部隊のみて揚陸を実施した。川口死体の攻撃失敗により、外南洋部隊各隊、各艦は、ラバウルや、ショートランド白地へ帰還し、奇襲隊も、 増援部隊という区分に戻された。9月中旬、日本軍はガダルカナル島に対する増援輸送を強化することになった。9月18日、増援部隊指揮官はアメリカ軍の輸送船団ルンガ白地侵入の情報により、直卒隊による出撃を決意し、同時に、アリが工作第四駆逐隊司令に駆逐艦4隻によるガトウ輸送を命じた。 幾度かの計画変更の末、輸送隊は18日夜のガトウ揚陸に成功した。この頃のソロモン諸島は月明期に入ったため、アメリカ軍機による夜間空襲を受ける可能性が高まっていた。9月24日、第24駆逐隊司令、中原義一郎中佐指揮下の駆逐艦4隻は、陸兵と道路構築用の土木用具を搭載してガトウへ向かうが、 アメリカ軍機の夜間空襲を受けて、両陸を断念するに至った。この戦闘で、海風と、影ウ型11番艦、裏風が、小波、増援部隊は、ネズミ輸送の一時中止に至った。9月26日、第17駆逐隊と第24駆逐隊は、外南洋部隊から除かれた。また、 同日付で第二水雷戦隊機関も川内型二番艦、神通から長良型軽巡洋艦二番艦、伊須津に変更されている。前進部隊に復帰した第二十四駆逐隊は順次トラック白地に戻った。開封は工作艦、赤石に横付けして修理に従事した。その後10月10日までトラック白地で待機、次期作戦準備を行う。 10月11日に推薦司令官田中雷蔵少将が指揮する第二水雷戦隊はガダルカナル島ヘンダーソン飛行場に対し艦砲射撃を実施予定の第三戦隊を護衛してトラックを出撃。対するアメリカ軍は10月11日の12日のサボ、島沖海戦に勝利して外南洋部隊支援隊を撃退したが大将の損害を受けて消耗した。 米艦隊もガトウ海域から撤収した。10月13日から14日にかけての深夜に行われたヘンダーソン基地艦砲射撃で第15駆逐隊、第24駆逐隊は第3戦隊の名を得、第31駆逐隊は警戒隊、応援に派遣された第19駆逐隊はガトウ、ルッセル諸島の紹介隊として行動、長波がアメリカ軍魚雷艇を撃退した。 ヘンダーソン飛行場はかなりの損害を受けたが航空隊及び日本軍が知らなかった心臓滑走路が健在だった。このため第四水雷戦隊が護衛してした高速輸送船団は10月15日ガトー揚陸中に空襲を受け輸送船3隻を喪失し揚陸した物資も大部分を焼き払われてしまった。10月26日の南太平洋海戦における 第2水雷戦隊は、前進部隊に所属し、第4戦隊、第3戦隊、第5戦隊、第2航空戦隊と共に、米軍機動部隊と交戦した。11月上旬、第2水雷戦隊は、ショートランド白地へ進出し、5日府で、田中二水戦司令官は、橋本慎太郎さん水戦司令官より、増援部隊指揮官の職務を引き継ぐ。第水雷戦隊は再び、 ガダルカナル島への強行輸送作戦に従事することになった。11月6日、深夜、構造園隊はショートランドを出撃したが、途中でアメリカ軍機の空襲を受け駆逐艦2隻が若干の損傷を受けた。輸送隊は深夜にタサファロング沖に到着して、量食を下ろし、傷病兵と便乗車を乗せて帰還した。11月13日以降、 増援部隊は輸送船11隻を護衛し、ガダルカナル島に向かった。だが、アメリカ軍機の波状攻撃を受け輸送船6隻が沈没、1隻が大破して、駆逐艦2隻を A 下で退避する。田中司令官は残存輸送船4隻と駆逐艦9隻を指揮して、ガトーへの進撃を続行。11月15日未明に輸送船4隻は、 ガダルカナル島タサファンログ白地に座礁揚陸を強行するがアメリカ軍機と米艦艇の攻撃で全滅した。増援部隊各艦は15日22時になりショートランド白地へ戻った。第3次ソロモン海戦の勝利によりガダルカナル島への日本軍増援を阻止した連合軍はパプアニューギニアのブナ地区へ上陸作戦を観光、反抗に乗り出した。外南洋部隊は 第三次ソロモン海戦を終えて帰投したばかりの各艦、各隊に対し、ブナ方面増援輸送を加齢。南東方面は、従来のガダルカナル島に加え、東部ニューギニア方面でも、連合軍に対処を迫られる。外南洋部隊指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官は、帰還艦船に、ラバウル海港を加齢し、第24駆逐隊もラバウルに海港された。 11月18日、第8駆逐隊司令指揮下の駆逐艦部隊は、大鳥型水雷艇2隻と共に部が及びなえ、輸送作戦を実施中、B-17 の爆撃を受け、開封は大破。航行不能となる、両艦にも若干の被害があった。開封は、朝潮に栄光されて、ラバウルに戻った。ラバウルに停泊中だった第15駆逐隊2隻も、 海風救援のため出撃している。開封は十一月二十三日に、外南洋部隊付属となり、十一月と十二月中は、応急修理に従事した。外南洋部隊より、前進部隊へ復帰後の十二月二十六日、ラバウルを出発して、トラック白地へ開港される。三十日に、高尾型重巡洋艦四番艦、マヤを護衛して、横須賀へ向かった。同時に、 第二水雷戦隊司令官も田中雷蔵少将から小柳と三次少将に交代した。海風は1943年1月6日に横須賀へ到着、9日に佐世保へ開港され修理に従事した。1月23日、小柳少将は大体伊崎俊治少将が新たな第二水雷戦隊司令官となる。またに水戦から伊子が外れ、 に2月13日、海風駆逐艦長は、杉谷中佐から三船敏郎中佐に交代する。2月下旬、本艦の修理は完了、同時期に二四区両艦、両風は佐世保に帰島して、修理に従事した。航風はけ合作戦後に輸送船と衝突し、ラバウルで修理に従事していた。可動艦は、 開封のみとなっており、このため、第24駆逐隊司令、中原義一郎大佐は2月24日府で、同隊司令駆逐艦を、両風から、開封に変更した。2月28日、開封は遊具も型駆逐艦、新派と共に輸送船2隻を護衛して、横須賀を出発、また、駆逐艦2隻も、空母、沖高を護衛して同日横須賀を出発した。3月6日、 甲風がラバウルからトラック白地に到着する。3月8日、万国丸船団もトラック白地に到着。21日には甲風がカトリ型練習巡洋艦一番艦カトリを護衛して内地へ向かった。開封は23日から24日にかけて輸送船日英丸の護衛に当たった。26日には2隻だけでトラック艦省内での訓練を行った。 日本区姉妹艦が内地で修理する一方、4月の大部分を訓練、トラック白地周辺での戦団護衛、輸送作戦に従事して過ごす。4月11日から2日間、第15駆逐隊と共に対戦相当作戦に従事。開風は第61駆逐隊司令王エランチ大佐指揮下の第1相当隊に区分されていた。4月24日。 駆逐艦4隻は南東方面部隊に編入された。ニュージョージア諸島への輸送作戦に従事することになった。3月3日には同方面輸送作戦中の駆逐艦2隻が米艦隊のレーダー射撃を受けて一方的に撃沈されており危険な任務であった。4月25日、海風は影ウ型17番艦、ハギ風と共に輸送船2隻を護衛して、 トラック白地を出発した。28日ラバウル期。先行した第15駆逐隊は、ソロモン諸島のニュージョージア島問題へ出発し、遅れて2隻もラバウルを出発。ショートランド諸島に進出した。ソロモン諸島に対する第15駆逐隊と第4駆逐隊の第1回、第2回輸送は、無事に成功した。5月7日、第5次コロンバンガラ輸送のため、 第15区隊は、仏鹿島を出撃し、2隻乗組員は帽子を振って、見送ったという。翌5月8日、第15区隊は、アメリカ軍が付設した機雷と、続く空襲の後3隻とも沈没。192名が戦死。輸送任務をお駅当中だった2隻は、当時まだ沈んでいなかった2隻救援のために、反転した。 食雷を覚悟して沈没現場を捜索したが、終停でやってきた影老士官より三隻の沈没と生存者陸上収容を知らされ、ラバウルに帰投した。黒潮区艦長、杉谷長秀中佐も生還している。5月10日、開封は外南洋部隊から前進部隊に復帰し、ラバウルからトラック白地に向かう。第8艦隊司令長官。 サメシマク十中将は、指揮下を離れる本艦及び、乗組員の労をねぎらった。トラック白地に起討した5月12日、連合軍は、アリューシャン列島のアッツ島に上陸を観光、アッツ島の戦いが始まった。連合艦隊は、主戦力を東京湾に集結し、北方作戦に備えることを決定。全連合艦隊長官山本大将の遺骨内をねて、 大和型戦艦2番艦、武蔵がトラック白地より内地へ帰ることになる。5月17日、駆逐艦5隻は戦艦3隻、空母費用、従順2隻を護衛して、トラック白地を出発。5月22日、横須賀帰着。山本元帥水の選手は21日に公表され、通夜及び、国別式は23日武蔵艦城で行われた。5月24日、 駆逐艦2隻と測量艦畜手は大型艦3隻を護衛して横須賀を出発29日トラック到着トラック白地近海で輸送船原陽丸の護衛に従事する6月から7月にかけても輸送船や空母の護衛任務に従事した7月8日第24駆逐隊司令は中原大佐から久保田里大佐に交代した七月十二日 コロンバンガラ島沖海戦で、第二水雷戦隊機関人数が沈没、人数沈没時に、伊崎春人少将と二水戦司令部将兵も全員、戦死した。そこで、帝国海軍は、第四水雷戦隊を、解体して、同隊司令官、高間干将者を及び、同水戦司令部を横滑りさせ、新たな第二水雷戦隊を編成した。7月20日時点での第二水雷戦隊は、 期間ながら、第31駆逐隊、第27駆逐隊、第24駆逐隊、付属艦という戦力であった。開封は7月19日にトラック白地を出発、トラック白地より横須賀まで空母を護衛した後佐世保に、開港され25日より入居修理を行った。レーダーの装備も行っている。だが8月6日のベラワン夜戦で、影楼型2隻と共に、 姉妹艦、航風が、沈没、第24駆逐隊は2隻編成となった。開封の修理は8月15日に完了した。同日付で、アガ野型軽巡洋艦2番艦、のしが、第2水雷戦隊に、編入、二水戦機関は、長良から、のしに変更となった。8月17日、主力部隊として、クレを出撃し、23日トラックへ進出。 トラック到着後、に四区司令駆逐艦は、開封に変更された。同時期、アメリカ軍は、ベララベラ島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いは緊迫の度合いを増していた。8月25日、第24駆逐隊は、第14戦隊司令官伊藤健三少将の指揮下、巡洋艦2隻を護衛して、ラバウルへの輸送作戦に従事。27日に、 ラバウルに到着して、陸兵を揚陸すると、29日にトラックへ戻った。9月2日、第三艦隊司令長官、小沢寺三郎中将指揮下の機動部隊前衛に編入される。同日、アメリカの潜水艦スナッパーが、駆逐艦、雷と解剖艦6連に護衛された輸送船5隻を襲撃6連と輸送船1隻を撃沈した。 第24駆逐隊は、苦戦艇と共に、現場海域に出動したが、スナッパーの捕捉に失敗し、トラック白地に戻った。9月16日、トラック白地干渉内で3隻による、戦闘訓練実施中、両風の魚雷1本を喪失。続いて、小沢機動部隊の一隻として、マーシャル諸島のエニウェト区干渉に進出するが特に、戦闘は起きず、9月末には、 トラック白地に戻った。10月3日、駆逐艦3隻で対戦相当を実施。10月6日、給油艦カザハヤが、米潜水艦、スティールヘッドとティノサの2隻に襲撃され、16時30分に沈没した。駆逐艦2隻は急遽第14戦隊の指揮下に入った。3隻は、カザハヤ遭難現場に赴くが同艦はすでに沈没しており、開封は、 カザハヤ城、組員154名、初風は98名を救助した。同時期、アルフレッド・イーモント・ホメリー少将を率いるアメリカ軍第14任務部隊がウェイク島を空襲した。第14任務部隊はハワイに帰討したが、連合艦隊、軍令部ともマーシャル諸島におけるアメリカ軍機動部隊との決戦を想定し、10月11日には、 アメリカ軍機動部隊ハワイ出撃の情報を入手。連合艦隊は、ヤマト型戦艦2隻や昇格型航空母艦2隻を含むトラック白地の水上艦艇を総動員し、ブラウン艦礁を経由して、米国島西方に向かった。海風以下、第二水雷戦隊も小沢機動部隊に同行した。だが、日本軍が信じていたアメリカ軍機動部隊出撃は、誤報であり、 各艦隊は10月26日にトラック白地へ戻る。一連の行動で大量の燃料を消費したため艦隊の燃料は著しく逼迫し、後に連合艦隊の第三歩と言われた。10月20日、第11水雷戦隊司令官木村進少将が指揮する第3号輸送部隊が陸軍増援部隊と戦艦部隊の弾薬を輸送してトラック白地へ到着する。 10月31日、第24駆逐隊に、朝潮型駆逐艦、満潮が編入され、同隊は駆逐艦3隻編成となる。同日、第11水雷戦隊司令官が率いる、戦艦2隻、空母2隻、巡洋艦2隻、駆逐艦4隻は、トラック白地を出発。しかし11月5日午前5時、暗号解読により、文語水道近海で、 日本艦隊を待ち伏せていたアメリカの潜水艦ハリバットが第3号輸送部隊を襲撃した。5時35分、巡洋艦尾に巨雷1本が命中し、右舷機械室の浸水と火事故障により直進不能となった。午前10時頃より、トネに栄光されて約5から6ノットで飛来海域を離脱し、6日に母港、クリ通した。開封以下、他の艦に 被害はなかった。11月6日、第24駆逐隊は、佐世保に到着、入居修理作業を行った。前日府で、海風駆逐艦長は、三船中佐から中尾小太郎少佐へ交代している。両艦、満潮は11月下旬に、呉に開港された。12月1日、修理完了。12月3日、第24駆逐隊は、葛島白地に集結した。 だが満潮は空母2隻護衛のため横須賀に開港され、別行動となった。12月中旬から下旬にかけて、駆逐艦3隻は輸送船4隻の富山からトラック白地進出を護衛。12月26日夕国にトラック白地南水道儀緑町到着。28日筆3隻は内南洋部隊に編入され、 海上軌道第一旅団のマーシャル諸島進出を護衛することになった。12月30日、2隻は第一分団を護衛して、トラック白地を出発、クエゼリン干礁へ向かう。1944年1月中旬まで、ブラウン干礁ロイ・コールナムル島、クエゼリン干礁各地を公開した。なお、マーシャル諸島に配備された核部隊は、1月下旬、2月上旬の、 クエゼリンの戦い及びエニウェトクの戦いによって全滅した。1944年1月12日、海風はウォッチ干渉で陸兵を揚陸していた。同日、マロイラップ干渉のタロア島で陸兵を揚陸していた。潮がアメリカ軍の B-25 中、爆語機の空襲を受けて損傷し、最大発揮速力20ノットとなった。13日、二隻は、 クエゼリン艦礁に到着した。1月18日、低船団第一分団を呼び、護衛2隻はトラック島に帰着、また、ポナペ島方面の輸送を担当していた、両風もトラック白地に帰着した。1月19日、二水船部隊に護衛されて、横須賀海港中の空母2隻を暗号解読により待ち伏せていた、ック。 ハリバット、タリビーの3隻の米潜水艦が襲撃し、ハダックの来撃で運用が中破、随砲も横須賀へ先行し運用隊はサイパンに避難した。小上根市連合艦隊司令長官により救援を命じられた駆逐艦3隻は直ちにトラックを出撃する。だが連合艦隊の命令により2隻は反転、トラック白地に戻った。開封には工作艦。 赤市から派遣された救難作業班と排水ポンプをいのしており、サイパンで運用隊と合流した。1月21日、海風は運用警戒任務を駆逐艦、早パと交代し、二水船はサイパンを出港して横須賀に向かった。その前日、トラック白地を出発したばかりの駆逐艦、サツキと急カテ艦、イラゴを待ち伏せしていたアメリカ潜水艦、 シードラゴンが襲撃、ひかみなりしたイラゴは、航行不能となっていた。救難を命じられた両風は23時にイラゴ遭難現場機。さらに従順洋艦、鳥海や第七駆逐隊等も救援に駆けつけ、イラゴは沈没を免れてトラック白地へ向かった。1月25日、イラゴ救援後、輸送船護衛任務に就いた両風は、 アメリカ潜水艦スキップジャックの来撃により、北緯09度00分統計157度27分、北緯9.000度統計157.450度、9.000157.450地点で合致した。乗組員の大多数が戦死した。両風喪失の前日、連合艦隊は、運用護衛隊の編成と、初春型駆逐艦4番艦、 初島のトラック寄討を発令。だが、久保谷四区司令は、海風乗組員の被服や荷物を陸上げしている、ことから、本館の内地開港を取りやめ、開封と初島を入れ替える、要要請。護衛艦は、駆逐艦4隻に変更された。1月27日、運用隊は、サイパンを出発、従順、高尾等の支援を受けつつ、横須賀に帰島した。 1>, 1月28日、海風は3113船団を護衛して、サイパンを出発、トラックへ向かう。2月1日11時22分、海風はトラック白地南水道で、アメリカの潜水艦ガードフィッシュから来撃された。ガードフィッシュが発射した魚雷1本が、海風の右元機械室艦艇付近で起爆し、11時50分に沈没した。 アメリカ軍による沈没地点北緯07度10分統計151度43分北緯7.167度統計151.717度7.167151.717戦死者約50名同白地停白中の駆逐艦2隻は海風遭難の報告を受けて現場に向かい対戦相当を実施した同日に4区領間の 満潮もトラック白地に到着、生還した、久保田司令は司令駆逐艦を満潮に変更した。2月10日、久保田大佐は横須賀陳夫府となり、第24駆逐隊司令職を離れる。同日府で中尾少佐も海風駆逐艦長の職務を解かれ、佐世保陳夫府となった。3月18日、久保田大佐は、軽順な鳥艦長へ転任となった。 3月31日、海風は白津湯型、帝国駆逐艦席から除籍された。また、本艦の沈没により、第24駆逐隊に所属した白津湯型、海風型4席は、全席沈没、第24駆逐隊は、第16駆逐隊と共に同日符で、解体された。残存した満長は、第4駆逐隊に編入され、胴体は、駆逐艦3席となった。 開封最後の駆逐艦長となった中尾小太郎少佐は4月2日府で夕雲型駆逐艦18番艦周走駆逐艦長に任命された。その後、第4駆逐艦隊は10月25日の冷手沖海戦すり顔海峡野戦で沈没、同隊所属の影楼型駆逐艦15番艦の訳もサマール沖で沈没した。満潮が所属していた。 西村艦隊も白月型駆逐艦二番艦、しぐれを残して全滅し、十隻建造された白月型はこの時点でしぐれ一隻となった。また、中層も同年十一月上旬の多号作戦で大破し、十一月十三日のマニラ空襲で沈没した。生還した中尾中佐は、秋月型駆逐艦十番艦、宵月偽装委員長及び初代駆逐艦長に、 任命された。春光寺の開封館型図、成富武光少佐、1936年12月1日から1937年4月15日、成富武光少佐、中佐、1937年4月15日から1938年12月15日、渡辺康政少佐。 1938年12月15日から1939年10月15日、日田健二郎昇佐、中佐、1939年10月15日から1941年7月25日、清水一郎中佐、1941年7月25日から1942年4月25日、杉谷長秀中佐、 1942年4月25日から1943年2月10日、三船敏郎中佐、1943年2月10日から1943年11月5日、中尾小太郎少佐、1943年11月5日から1944年2月10日。ありがとうございます。